皆さん、こんにちは。旅するウエモンチャンネル、ウエモンさんをお手伝いしてますソアラです。さて、今回ウエモンさんが訪ねる場所は、沼津駅から2キロ少し先の沼津港を目指します。
最高や日本一の名峰富士山の景色がお楽しみいただけます。手前の交番エリアをご覧ください。その後昭和40年代にこちらの外港が形成されました。そのため港としては珍しく内港と外港が分かれた港となっています。現在は主に内港が魚の水揚げを、外港が金属類などの物流で利用されています。景色中央の樹木が密集している部分をご覧ください。こちらは白砂青磁100選にも選ばれた歴史香る景勝地千本松原です。戦国時代には武田氏と御北条氏の戦いで切り払われましたが、明宗増与上人が5年の歳月をかけて植え直したと伝えられています。また千本松原にはこの地を愛した先人和歌山牧水の記念館があります。記念館には、牧水が沼津で過ごした晩年9年間の作品を中心に、ゆかりの品々を展示しています。景色中央の富士山をご覧ください。2013年には、ユネスコの世界文化遺産に登録された富士山ですが、実はこの展望エリアから見る富士山と、地上に降りて、ビルを北側と港口公園から見る富士山とでは大きさが異なって見えることがお気づきでしょうか。
最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。